定刻となりましたので、ただいまから定例記者会見を始めます。本日の発表事項6件を一括して市長からご説明申し上げます。はい、お集まりいただきましてありがとうございます。私から、6件ご説明をさせていただきます。まず1点目はですね、新型コロナワクチンの3回目接種の前倒しについてです。12月17日に国から3回目接種の前倒しに関する方針が示されました。これは大きく2つのグループに分かれてまして、まず1つのグループはですね、これまで8ヶ月以上後に2回目からですね接種するというものが6ヶ月以上ということで2ヶ月前倒しがされました。それが可能なのは、まずは医療従事者、それから高齢者等の入所者、高齢者施設の入所者および従事者、それから通所サービス事業所の利用者および従事者、そして病院または有償診療所の入院患者、これについては6ヶ月以上という形になりました。それから一般の高齢者の皆さんに関しては1ヶ月前倒しをされて7ヶ月以上という形になりました。で、福島市では現在のところ約9万6000余りのワクチンの3回目接種の用のですねワクチンが供給される見込みになってますが、このワクチンの範囲内でですね、できる限りこの前倒しに該当される方にはその前倒しの時期に打っていただけるように、早めに、進めてまいります。で、どのように進めるかというと、医療従事者と、入院患者についてはですね、それぞれの医療機関で調整して打っていただきます。それから市がもっぱら調整をして進めるのは、この高齢者施設あるいは通所サービス事業所の入所者と、従事者でありまして、現在今施設側と調整を取っております。で、早速もう12月の段階で、実施できるところが出てまいりましたので、最も早い施設に関してはですね、12月の24日から、3回目の接種を開始いたします。で、報道陣の皆さんにはですね、別紙にありますが、老人保健施設エルダーランドに、ご協力をいただきまして、12月の27日、接種の様子を、公開させていただきます。で、当然、こういう施設感染防止にしっかりやっておりますので、皆様にもその対応をしていただかなきゃいけませんので、このこちらのですね取材用の紙をしっかりとご覧になって、注意事項をよく守って、お申し込みして、取材いただきたいというふうに思います。それから一般の高齢者に関しましては、これまでこのようなスケジュール感を申しておりましたが、高齢者に関しては7ヶ月以上前倒しできると言ってもですね、国からは2月1日から打ってほしいということが言われておりますので、こちらは最速で2月1日という形になります。で、2月1日以降に7ヶ月以上というか7ヶ月に達する方には、できる限りその方に7ヶ月の時点で打っていただけるようにですね、準備を進めてまいります。で、その点ではイーブンペースで進めるとかそんなんじゃなくて、できる限り前倒しをして、病院の能力とその7ヶ月の数がマッチする限りにおいては、その最大限フルに活用してですね、前倒しをしていくという形になります。で、ちなみに今こちらに掲げている数字はですね、約5万8000人なんです。で、先ほど申し上げましたように、全部で9万6000ぐらいのワクチン供給の見込みがあるんですけども、当然医療従事者、それから入院患者さん、それから施設の従事者も入ります。で、まだ十分な数字の見込みが取れてませんが、おそらくここまでの数字ではですね、高齢者全員をこの範囲で打つことは多分、供給量が足りないかなというふうに思ってます。で、その点では、高齢者の皆さんの中でも、8月以降に2回目終わった方はですね、ちょっとその後どの程度のタイミングで打てるかが今わからないという状況ではあります。まあ、しかしながら
7月後半までの方にはですね、7月7ヶ月後という形で打っていただけるように最大限前倒しをしてまいりたいというふうに考えております。1点目は以上であります。から2点目はですね、第6波に備えて職員の応援体制を強化するというものであります。まあ、本市では8月366名の方が感染いたしまして、で福島市の場合はしっかりと疫学調査を、まあ、大変ながらもこなしてなんとか頑張りました。しかしながら第6波大きな拡大になったのもですね、特に都市部を中心に濃厚接触とかそういったものの、そのあるいはその感染経路の追及とかですね、こういったものが保健所ができなくなって、そして広がっていっていったという経緯があるわけですね。で、本市はなんとかこらえましたけども、まあ、これ以上の第6波が来るとなかなか対応できませんし、やはりあの時も職員の体制非常にきついものがあったので、あらかじめ応援体制をしっかりしようということで今回取りまとめたものであります。で、福島市では疫学調査応援職員というのを156名あらかじめ確保をして、そしてその人たちにはその疫学調査の一部をしっかりと仕事ができる、そういう研修を事前に受けていただきます。そして感染状況に応じてそれらの人たちを投入をすると、まあ、それぞれ6名1班という形にしますが、そういった形で投入をするということで今後対応していきたいというふうに思っております。で、今回はですね、156名の応援職員のうち60名について研修の実践研修の第1弾を実施しますので、これを皆様にお知らせし公開をさせていただくというものであります。期日は12月24日午後9時からでありまして、保健福祉センターの4階で実施をいたします。そして内容は保健所講話とか疫学調査の目的流れ業務、それから聞き取り調査の演習といったことをですね、実施をいたします。そして研修を受けた職員はですね、感染状況に応じて逐次投入するということにいたしております。まあ、ちなみに疫学調査といいますか、保健所の対応がどんなふうになるのかというのを、まずちょっと解説でこういったものを作りました。まずは感染予防がありまして、続いて早期発見で、早期発見をしてできるだけ抑えるわけですが、早期発見した後にその患者さんには入院措置、そして退院後支援という形になります。まあ、感染予防は啓発とか相談がありますし、施設や飲食店には指導助言ということを行います。まあ、ちなみに今福島市では新たに児童施設について、まあ、子どもたちはワクチン打っておりませんので、今集団感染が起きるとすれば一番危ないの、危険性が高いのはむしろ子どもたちかもと思っております。まあ、そういった面で、子どもたちの施設に対する指導助言を進めてますが、こういったことがまずこの感染予防の段階であります。それから感染者 が発見されますと、まあ、発見するためにはもうこの検査自体をですね、広くやることが必要なわけですが、あとは発熱殺傷などの外来の調整とか、こういったものが出てまいります。で、この早期発見するとその後はですね、積極的な疫学調査ということを保健所でやっておりまして、一つはその感染経路を把握してクラスターかどうかとか、あるいはその感染の連鎖をここで遮断をしようという取り組みをするわけです。一方で濃厚接触に関してもその経路というか、その行動履歴などを見てですね、濃厚接触に関する方には一周、自宅でなどで待機いただいて、そこで封じ込めをすると、まあ、こういった仕事になるわけです。そして当然この人たちにもその後のフォローアップが出てまいります。それから入院措置に関しては入院調整、搬送、感染支援と、まあ、こういったことになるわけですが、やはり保健師でなければならない業務はやっぱり保健師にやっていただかなきゃいけないし、そして保健師にそちらの方に重点していただきたい。で、一般職員でも可能な業務はできる限りこの今申し上げた応援職員にやっていただこうということでありまして、役割分担で基本的に保健師は陽性者への対応とか
感染経路の把握にこれを重点化してもらいます。一方で濃厚接触者に対して電話連絡をしたり PCR 検査いついつやりますよというような日程調整、あるいは調査状況の入力業務、こういったものはですねまさに事務的な対応ですから、こういったものを応援職員でできる限り実施をして、それで保健師の業務を軽減しながら集中的に感染防止をしていこうと、まあ、こういう取り組みであります。2点目は、以上であります。続いて3点目、マイナンバーカードの健康保険証の利用を広めようということで、今月20日から始まった、検査済証ですね、ワクチンの。こちらはなんかいろいろ皆さん証明書を取ったよというような感じの、SNS の投稿なども随分と相次いでいるように見受けられますが、残念ながらこのマイナンバーカードの健康保険証利用というのはちょっと今低調な状況です。で、現在はですね、10月の20日から専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局で、マイナンバーカードを保険証の代わりとして利用できるほか、本人の同意を得た上で特定健診情報や、薬剤情報を確認できることになっております。で、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはですね、スマートフォンなどからの事前の利用登録紐付けが必要になってまいります。で、福島市ではこれをやっていただくために支援窓口の体制を強化するとともに、実は職員の方もまだ進んでおりませんので、率先して利用登録を進めて急啓発に努めていきたいというふうに思っております。で、利用登録自体はですね、スマホのほかにパソコン、それからセブンイレブンの ATM などで行うことができます。まあ、パソコンだとカードリーダーがまた必要になってくるわけですが、セブン銀行の ATM だとなんか置くだけでもすぐにできるというような話を受けておりまして、まあ、かなり簡単にできるということであります。で、福島市では市役所1階に登録支援特設窓口というのを設けます。それからこれまでも設けてありますが、国保年金課の窓口で国保とか後期高齢者加入の方にはこちらでサポートもしているものであります。これはパソコンを利用して、登録のサポートをいたします。それから、市のマイナンバーカードコールセンターで、情報提供を行うといったことを今、やっております。それから普及啓発の今後の取り組みとしてはですね、各種健康保険協会とか組合に働きかけを行いまして、そして保険証マイナンバーカードの健康保険証利用に関するチラシの配布などを行って利用促進を図りたいというふうに考えております。それから市職員に関してはですね、市のイントラネットに利用促進の情報を掲示して利用登録を今促しております。で、まあ、職員でもちょっと慣れてない人間もおりますんで、そこは人事課に職員向けの利用登録支援窓口を作って、それで健康、保険証との紐付けを促進しようということにしております。ちなみに、現在の全国のマイナンバーカードのうち健康保険証として利用されるのはですね、12% という非常に低い率にとどまっております。それから医療機関薬局での基盤整備も、まあ、必ずしも進んでいるわけじゃありませんで、まあ、本市におきましてもですね、医療機関は23箇所、そして薬局は15箇所ということにとどまっているという状況です。で、まあ、医療機関などに関しましては令和5年の3月末までには全ての医療機関での導入を目指すということにしておりますので、まあ、これからこの保険証との紐付けを、我々として促進してまいりますし、まあ、今回の国の経済対策で、マイナンバーカード
で健康保険証を紐付けた場合のマイナポイントの付与というのがちょっとまだ十分制度概要が分かっておりませんが、そういったことも予定されておりますので、この時期に先手を打って進めていきたいというふうに思っております。で、結構簡単でしてですね、まあ、事前に必要なのはこういったものですね、まあ、マイナンバーカードをこれ持っている方は当然持ってますし、でその交付時に数字4桁の暗証番号を登録しているはずなので、これをもう一度確かめていただく。それからスマートフォンと、これはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、それからマイナポータル AP というアプリのインストールをですねしていただくことになります。そして、まあ、事前確認、こんなことをやった上で、その先ほど申し上げたアプリをですね開きますと、この画面が出てまいります。そうするとトップにですね、マイナンバーカードが健康保険証として利用できますと、これが出てきます。でこれを、タップすれば、次のこの申し込みの、画面が出てきます。でここで同意を押していただくと、次、まあ、申し込みを行って、そしてマイナンバーカードで交付した暗証ナンバー番号をここで入れます。そうするとその後はですね、iPhone と Android 版で違うんですけども、まあ、機種に応じて、マイナンバーにかざしていただいて、そこで、まあ、読み取りというか、それをやっていただくと、はい、おしまいという感じになります。で、最後完了を押すということです。で、ちなみに実は私この取り組み指示するまでに自分もやってなかったんで、今日ちょっと実演をしたいというふうに思います。私の場合これ Android で、マイナーポータルっていうのがねちょっとこちらにあります。これ押します。そうすると先ほど申し上げたこの画面が出てきました。でここで申し込みします。そうするとできるようになります。登録しで同意して次に進むというのを押します。で、まあ、こう書いてあるんですが、大体私これで読んでますんで次進みます。で次はこちらですね、申し込むポンと押します。はい、そうするとこの画面が出てまいりました。で間違ってないといいんですけど、今4桁入れまして押しました。そしたらもう この画面がもう出てきました。でこの画面出ると、スマートフォンのこのぴったりと密着させてくださいっていう表示が出てます。でちなみにこれ私のマイナンバーカードです。で、この Android の場合はこの裏側を使うことになります。表にして、でこちらにこう当てるわけですね。通信中とか出て、ログイン認証に成功しました、カードを外してくださいと出ました。そして利用登録正常に受け付けました、これですね出てきてます。で登録完了終了、はい、これで終わりです。ですから実質こう、なんか使うのはですね7桁の番号を押すだけで、あとはこのタップするだけというのが、まあ、お分かりいただけたのではないかと思います。はい、3点目は以上であります。続いて4点目です。デジタル防災訓練を配信しますというものであります。新型コロナウイルスのこの感染症に伴ってですね、例年多くの地区で開催されている地区防災訓練がまあ中止になっている、まあ、あるいは今後もですね、なかなかその地域で防災訓練が
の見込みができないというような状況にもなってきているところもあります。でそういった中でやっぱりこのコロナがあっても災害は待ってくれませんので、やっぱりしっかりと備えをしなきゃいけないということで、なかなか皆さん集まれないならば、デジタルで防災訓練できるというか、そういったことをやろうじゃないかということで今回取り組みました。今こちらにあるように地区での防災訓練が中止されて、あるいは学ぶ機会が減少していると、で今後もなかなかできない、そうなると地域防災力が低下するということで、まあ、デジタル防災訓練をやって、地域防災力の維持向上、防災意識の調整を図ろうじゃないかということであります。でちなみにですね、皆さんの資料には実際に具体的な数が書いてありますが、地区の防災訓練はですね、コロナ前の平均に比べると実施地区が大体半分に減ってしまいました。それから参加者も7分の1に減少しています。それから自主防災訓練ですが、こちらの方も実施回数が5分の1に、参加者も10分の1に減少しております。まあ、その点では本当にこの、地域でのですね、自らを守るというこの力が弱くなってるんじゃないかということで我々危惧しているわけです。で一方で、まあ、防災講話の方はですね、こちらは割と熱心にやっていただいてまして、まあ、コロナ前と比べるとほぼ半分と、半分じゃなくて同程度という形に今なっている状況です。で、まあ、今回デジタル防災訓練で作るのはですね、普段から知っておこう災害時の心得3部作ということで3本作りました。1本目は情報の集め方で、どうすれば情報が集められるかというものです。2本目は、災害時避難時にですね、持ち物とか服装どうしたらいいかというものです。そして3点目は、いざ避難となったらどうするかという心得を作りました。でこの動画に関してはですね、ご覧のような福島市のさまざまなデジタルサイトで今公開をしているという状況です。今日から公開いたします。で、まあ、今後ですね、この動画を活用して学校や地域や、まあ、事業所で、まあ、これそれぞれ利用方法を書いてありますが、利用いただこうじゃないかということで、まあ、働きかけてまいりたいというふうに思っております。で皆さんにはですね、この3本目ちょっと2分ぐらいですけども、ご覧いただきたいというふうに思います。万が一避難が必要になった時、冷静で安全な判断行動が取れるよう、判断基準や動き方を理解しておきましょう。ハザードマップは自然災害による被害を予測し、それを地図にしたものです。いざという時にどの避難所へ避難するか、どの道を使って避難するかなどを事前に確認できる地図です。ハザードマップは市のホームページやお近くの支所・市役所、福島市公式防災アプリなどで手に入れることができます。福島市公式防災アプリではハザードマップや避難所をいつでも確認することができます。外出先や停電時でも素早く確認できるのでおすすめです。避難のタイミングを確認しましょう。雨が強くなってきたり災害が予測されたら、まずは気象情報を収集しましょう。警戒レベル3、高齢者等避難。警戒レベル4、避難指示。警戒レベル5、緊急安全確保。状況が急変することもあるため、必ずしも警戒レベルの順で発令するとは限りません。警戒レベルに注意し、避難のタイミングを確認しましょう。避難が必要となった場合は速やかに避難をしましょう。安全な避難場所には次のようなところがあります。自宅避難、安全な場所にある親戚・知人宅、行政指定の避難所、
車で避難できる店舗駐車場、他にもペット同伴避難所や妊婦、医療的ケア児などの方向けにホテル、旅館への避難などもあります。すでに浸水が始まっていたり避難が困難な場合は無理に避難せず建物の上の階へ避難しましょう。万が一の時に安全・冷静に行動できるようハザードマップで自宅や避難経路・避難場所を確認し家族で共有しておきましょう。はい、以上であります。じゃあ続いて4点あの5つ目に入ります。まあ、あの福島の農産物を活用したあのスイーツの、認証制度であります福島スイーツプレミアム、第4弾の認証品が決定をいたしました。今回は、5商品でありまして、こちらにある、果物畑さんの、ピーチハニー、それから、橋本堂豊島屋さんのリンゴのジュエル、それからピギーさんの洋梨のバターサンドとラフランスの雫、それから、清泉堂さんのしゃがむ土偶のレーズンサンドということで、まあ、それぞれ福島の、果物を使って、で最後の、清泉堂さんに至ってはですね、福島が誇るあの重要文化財しゃがむ土偶をモチーフにレーズンサンドを作っていただきました。まあ、今回はこの5商品が、認証されたというものであります。で、まあ、今回募集はあの11月の半ばまででありまして、応募総数5商品でいずれも、評価の結果、認証に該当するということで、認証されたものであります。審査員は、ご覧の通りで、柳井さんはじめですね、それなり の、 あのクリエイターとか、あるいはそのこの食スイーツの関係で、非常に見識の高い方をにお願いしておりますのおりまして、まあ、その方から評価いただいたものというものであります。で今後についてはですね、1月8日に、エスパル福島にて販売会を、実施する予定であります。でこの認証制度は年中やっておりますので、いつでもまた応募いただきたいなと思います。我々はその時々に区切りをつけて、そこで審査に付して、そして該当したものは、合格したものは認証するという取り組みを進めてまいります。それから今後ですね、この福島スイーツプレミアムのさらにこの利用促進といいますか、普及に向けていろいろとまた策を打っていきたいなというふうに考えております。5点目は以上であります。で6点目はですね、パブリックコメントでありまして、まあ、今回は新たな産業未来ビジョン福島、未来をつくる強靭な産業の育成に向けてという、計画と、第2期福島市、空き家等対策計画でありまして、いずれも意見の提出期間はですね、本日から1月の21日までという形になります。その他閲覧方法、提出方法、意見を提出できる方、これはあのこれまでのパブリックコメントと同様でありますので省略をさせていただきます。で今回の計画の概要を申し上げますと、この産業に関する計画はですね、目指す姿として、産業が発展することで仕事が人を呼び、人が町を育て、町が未来を作る強靭な産業の育成を目指すということにしております。4年間の計画期間でポイントとしてはですね、これまで創業支援というかそういった取り組みが弱かったなという反省に立って、創業支援の充実を進めます。それから2つ目には、やはり今後はデジタル化を進めなきゃいけないということで、デジタル化を促進いたします。それから3点目に、下の表をご覧いただければお分かりの通りですね、私も常々申し上げておりますが、
若年層の女性が非常にこの福島市は少なくなっている。まあ、20代であればですね、現在は男性より1割以上少ないわけであります。まあ、その点では働く女性を支援をするということで、ここに重点化を置いて、産業の振興を図ってまいります。1点目は以上であります。2点目、空き家の計画でありますが、目指す姿は空き家の適正管理を推進し、流通利活用を促進することにより安全安心な安心安全な街づくりと地域の活性化を目指すということで、これは、来年度から5年間であります。でポイントはやはり空き家が増えているということで、空き家の流通利活用を促進し、それを利用できるようにしていこうという対策を強化いたします。それからやはり空き家を利用するからにはリフォームや除去がやっぱり必要になってまいりますので、まあ、リフォームや除去を支援をしていくということです。ポイントの3つ目は、空き家に取り組みを進めるにしてもですね、まあ、市内全域にわたってやるというよりは一種重点地域のようなモデル地区を作って、そこで重点的に空き家対策に取り組もうということを今打ち出しをしております。空き家の推進についてはご覧の通りでありまして、下の表の通りでありまして、まあ、福島市でも、この空き家、増えてまいりまして、平成20年に比較すると今は若干少なめでありますが、まあ、高い水準になっております。空き家率自体は全国平均より低いですが 12.1% ということでありまして、まあ、なんとかですね、この空き家有効活用して、そして人口の定着あるいは移住促進を図っていきたいというふうに考えております。私からは以上であります。それではただいまの6件の発表事項について質問をお受けします。質問のある方は挙手いただきまして、こちらからの指名の後マイクを通して社名お名前を述べてからご発言をお願いいたします。それではどうぞ。中央テレビさん。福島中央テレビ席です。ご説明ありがとうございました。何点か3回目の接種についてお聞かせいただきたいことが何点かあります。まず医療従事者はこれそれぞれの施設に、委ねるということでしたけれども、これいつぐらいから早ければ始まるというか、例えば今月とか。いや、もう医療従事者始まってますんで。始まっておいていいんですね。じゃあそれと、あと9万6千本の見通しって、これいつまでのこの見通しっていうことになりますかね。すみません、3月末。はい、はい。それと一般の高齢者の件ですけれども、この9万6千本のうちの、そこから医療従事者とか高齢者施設の入所者とか抜いて、こう早い順からこうその残った数で、そのこれまでに打った早い順からこう案内を送るというような感じになるんでしょうか。そうですね、はい。2回目の打った日から一定の期日後に予約開始日というのを設定をして、一人一人にそして予約をしていただくと、まあ、当然早い時期に打つタイミングがあればすぐに打てるでしょうし、若干その先という場合もあるかもしれませんけど、はい。わかりました、はい。まあ、いずれにしても今まで通り予約はしなくちゃいけないということで、指定ではないということです。そうですね、一般の高齢者の皆さんには基本的にはそうです、はい。ただ、はい、かかりつけ医で接種するという場合でですね、クローズドというか、そういう場合もありまして、それはそれで今回はそういうことをする医療機関公表しますので、はい、そこで予約を取っていただくということになるかと思います。これ説明の一番最初のペーパーに、一般の人もおおむねワクチン供給状況等によるもののおおむね2週間から4週間程度接種時期を早めることが可能と書いてありますけれども、これはあれですよね、その9万6千本から溢れた人っていうのは、それはやっぱり状況を見ないと、それは何とも言えない。そうですね、そこはワクチンがないと我々も早められませんので、はい、はい。9万6千の範囲内であればということですよね、はい、ということです。はい、最後1点、そのやっぱ去年ワクチンがせっかく体制整えたのに、市長もだいぶご苦労なさって、はい、打つ人とかいろいろ手配にご苦労なさったとこ場面はいっぱいあったと思うんですけれども、はい、ただ残念ながらワクチン来なかったっていう事態がありましたけれども、はい、今、まあ、今回3回目を接種する、まあ、国が方針をこれ示したわけですけれども、前倒しするっていう、はい、これについてまあ、きちんと準備してくれっていうよう なんかこう思いとか、そういうのはございますか。それは誰ですか。国に対してこう、はい、まあ、国は国でですね、今現在多分製薬会社と
契約できているものをできる限り出すという前提でこれを今の方針作ったんだろうと思います。それはそれで評価したいと思います。やっぱりやれる範囲のことはやって、それで早めるということがですね、大事だというふうに思います。ただ今申し上げたように、本市でも多分高齢者2回目打たれていた方全員がですね、早められるかというとちょっと難しいかなという状況です。その点ではやっぱりその方取り残されたような感じ気持ちになってしまいますから、うんうん、ぜひ追加で供給をして確保してですね、我々に供給を早めていただきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございました。はい、他にございますか。はい、FTBさん。福島テレビの高野です。私の方からは第6波に備えた職員の疫学調査の研修の点で確認したいことがあったんですけれども、はい、資料の方にもこれまでの聞き取り調査であったりとか PCR 検査の日程調査などに時間を要したとあるんですけれども、はい、具体的にどれぐらいこう手間のかかる作業で このタイミングで研修を行うことにしたのはどういう理由からなんでしょうか。どれぐらいというのはですね、またそれもいろいろ人にもよりますけれども、まず相手を捕まえてというか、そういう連絡先も探して、その上でお一人を電話して確認するわけですね。結構大変です。中にはなかなか言っていただけない方もいたりもしますん でそういうのにも保健師さんがかかってしまうと、肩にかかってしまうと、これもまたものすごい時間取られるできたわけです。で、今回行動歴とか症状の方はこれはやっぱり保健師じゃないとできないんですけども、その後検査はじゃあこちらでもこのぐらいに用意できますから、この日いかがでしょうかとか、あるいはどこどこでこういう形でどうでしょうかとか、こういうのはですね実務的にできるので、そういうものをできる限り応援職にお願いしようと、こういった取り組みで、いろいろな、作業の中で、なんて言うんでしょうかね、そういう、作業的な単純作業的な部分を応援職員がやるということにしております。職員が応援に行った場合に、本来のその業務に関しては他の職員へのしわ寄せとかはないんでしょうか。応援職員、それはこれまでも同じで、そこは全庁的な体制の中でそこに重点化していこうと。でさらに今回こうやってあらかじめですね、応援職員を指定をして研修をすることで、ある意味その職場は当然そういう状況になったら人を出すぞという体制でこれからまた準備をします。そういった面で今ご心配になられた応援元もちゃんと準備できるようにということで、今回この仕組みをあらかじめ作っておくということです。まずはその第6波に備えて全庁一丸となってやっていくっていうのが、はい、そうです。他にございますか。朝日さん。朝日の荒海と言います。今のこの応援調査、疫学調査の応援に関してですが、この156名というのはどういう皆さんが選ばれたんでしょうか。少なくとも保健師ではありません。はい、それ以外でそれぞれの職場に依頼をして、でこれまでもいろいろ例えば避難の指定職員とかやっぱいるんですね。でそれが重なっちゃうと、ちょっとこれはあまりその職員にばかり負担がきますので、その避難の指定職員とかそういうまた別の応援に行かなきゃいけない人間はちょっと除いて、それ以外の職員などで今回構成をしております。じゃあどこか特定の課に集まってるとかそういうわけではない。ああ、いや、できる限り幅広くやらないと、その特定の課はもう逆に業務が回らないので、やっぱり先ほどお話あったように全庁を上げて、それで幅広く応援していこうという体制です。あとちなみにこういう取り組みっていうのは他の自治体でもあるんでしょうか。どうでしょうかね。わかる。総務課長でございます。県内では特にないというふうに思ってございますが、全国的にはあるかもしれません。はい、神戸あたりであったとは思っております。はい、県内では初めてと言えるんですかね。ここまでの調査をしている状況ではちょっと あまりね、皆さんがそう言うけど、我々他のことばっかりやって見ててやるわけじゃなくて、やっぱり自分たちでしっかりと自分たちのこと
見つめてそれで考えてやるというのが大事だと思ってるんで、はい、あまり私も他がどうなってるというのを情報収集させないようにしてます。はい、ちょっとあとちょっと前に戻るんですが、3回目接種の関係ですけども、これ交差接種等はどういう状況になりそうですか？はい、交差接種も当然やっていくことになります。はい、その辺の体制もですね、また追って発表させてもらうということでよろしいですかね。はい、今まだ医師会など医療機関といろいろ調整やってまして、まあ、かなり合意形成進んでるんですが、まだもう少し何て言いますか、段階踏む必要があるので、まあ、今日はちょっと控えさせていただきます。あとすいません、もう一つ子どもさんへの接種っていうのが年明け2月か3月ぐらいからこう国は検討してたんじゃないかと思うんですが、はい、そこら辺への影響はいかがですかね？我々も子どもへの接種も今着々と準備進めておりまして、まあ年初にはすぐに発表できるんじゃないかなというふうには思います。でただ当然今申し上げたその子どもたちの接種とあと今回の前倒し同時並行に進めなきゃいけません。で当然同時並行で進めるという前提に立って今いろんな体制の組み替えといいますか体制の強化を図りながら今進めているというところです。よろしいですか？他にございますか？はい、NHK さん。NHK の本田です。3回目のワクチン接種について伺いたいんですけれども、はい、前倒しになったということで、2月1日から始まる接種の対象者が、もともと予定していた2月後半に始まる対象者よりも増えているということで、はい、これは普通に1ヶ月分こう増えたということで対象者が増えているということになりますか？先ほども申し上げたようにですね、単にこう、我々とすればですね8ヶ月分というんだったら、まあ、最初は割とイーブンペースみたいな形で医療体制期間の体制もありますのでそういうことで考えてたんですけども、まあ、今回やはり前倒しをしてできるだけ早く打った方がオミクロンの状況などからしてもいいだろうということでできるだけその打つ能力がある限りは前倒しをします。まあ、そういう感じで、前の方が膨らんでいるというふうに理解していただければと思います。9万6千人分のワクチン、全体で9万6千人ちょっと分が今3月末までの分として確保できることが分かっているという状況ですね。これは、前倒しというのが決まった後に、9万8 6000人分の供給があるということが、いやいや、それはもう当初の計画でもっと前からです。前からあるの。そうするとその当初の計画からすでに、まあ、少し多めの供給量というのがあったということになるんですかね？多めというかだから当初から、まあ、何と言いますかこの3月今言ってる数というかね、それを打つ分としては一応来てて、それを今前倒しをするということなわけですね。でただ国からは前倒しで追加のものが来るという形では 今のところはありません。あ、はい、分かりました。ですよね。はい、国からの前倒しの発表がつい先日17日でありましたので、その前倒しした後の供給計画っていうのはまだ全然示されておりません。先ほど市長言ったように、当初から の供給計画2月3月まではこのぐらい配給しますよっていうのは国から、まあ、言われていたところです。まあ、その点ではですね、先ほども申し上げたように、まあ、前倒しをすると。でやっぱり今の枠内での前倒しなので、結局高齢者全員がそれで前倒しの対象になるかというとちょっと難しい状況じゃないかなと思ってます。その点では国の方に供給自体の前倒しもまあ、一定段階までですね、それはやってほしいし、これからも努力してほしいというふうに思います。その福島市としては高齢者の方、まあ、全員が前倒し接種できるように国に、まあ、供給の計画のところでも求めていくっていうことに、まあ、お願いしたいと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。他にございますか？
発表事項についてはよろしいでしょうか。はい、それではその他の本に移ります。発表事項以外で皆様からのご質問をお伺いしたいと思います。どうぞ。よろしいでしょうか。はい、はい、内容でございますので、以上で、本日の定例記者会見を終了いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。